2018年夏、京都市右京区にある東映太秦映画村で大阪芸術大学映像学科の課外授業が行われました。映像学科教授田中光俊先生の授業、制作研修1の一環として日本映画の聖地太秦で撮影するショートフィルムを企画。2つの班に分かれ、テレビや映画の撮影にも使用される古い街並みの舞台セットを生かした時代劇を制作しました。今週の大阪芸大テレビは、学生たちが制作した2本のショートフィルムを一挙公開。授業を担当した田中先生からのメッセージも放送します。どうぞお楽しみに。ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。もう3年、今回で3年目かな。5分間のショートフィルムを一緒に作ろうと、1年かけて。そしてそのショートフィルムは大阪芸術大学の映像学科の2回生がプロの中に入って、本当にプロと同じようにプロの現場で自分たちの撮りたい映画を撮るっていう、そういう意味ではもうそこにいるときにはプロとしての振る舞いというか、僕は見てて思うのはすごくキラキラしてるっていうか、彼らの目とか好奇心みたいなものがもう頭の中でこうフル回転してるんじゃないかなっていう感じはするよね。まあ、全員にシナリオを授業の中では書いてもらうんだけど、このおとぎっていう切り口、今僕らがおとぎ話として知っている世界をもう一度現代風に、おとぎ話が生まれたのは実はこういうところから生まれたんじゃないだろうかっていうのを、ちょっとミステリーでありファンタジーであり、それでいてちょっとしたなんかこう怖さも秘めているような、なんか不思議な世界を学生たちは作り上げてくれたかなっていう感じはしてますけどね。それではおとぎご覧ください。してるね。いやはや、これは失礼。それにしても刀を持った女とは珍しいな。あんた旅人かい？そうだ。そうかいそうかい。実は私もね、国中で歌を読みながら旅をしているんだがね。いやー、この辺りには鬼が出るって聞いちまってよ、怖くて先に進めなくなっちまった。鬼が怖いなら旅などするな。今逃がしてやるからな。おい、貴様そこで何してる？ああ、誰だとめ？その亀を離してやれ。なんだと？女のくせにでかい口さらきやがって。それになんだその格好は？あ？刀ってのはな、男が持つもんだ。女が腰に下げていいもんじゃねえ。貴様、自分の身分をわきまえろ。その薄汚い身なりを見るだけで吐き気がする。刀も持たない汚れた者の分際で私に口を聞くな。さっさとそこをどけ、汚らわしい。汚れた者だと？
このクソ雨。これはこれは。怖くて進めないんじゃなかったのか。あんた見たところ食い物の一つも持ってねえようだったから、この余ったきび団子を同じ旅人のよしみであげようかなと思って。もしやこいつが鬼か。こんな男が鬼だとは聞いて呆れる。確かに俺は拍子だが、鬼であることに変わりはない。さっさと鬼退治しないと。退治？私もそろそろ新しい歌を詠もうかと思ってる。あんたがもしこいつを殺してくれたら、鬼退治の英雄としてあんたの歌を街で読んでやるよ。そうすればあんたが散々苦しんできたことからもきっと解放される。私が苦しんできたこと？女であるがゆえに受けてきた屈辱や差別のすべてさ、私が町で歌い読めば、あんたは国中から褒めたたえられ、あんたを非難するやからはいなくなるだろう。俺待てよ、俺があんたに何されてんだ。おい待てよ、おいて頼むよ。ひどいこと言って悪かった。さあ早く。歌の題名は何にしようかね。そういや桃みてえな立派な尻だったな。あ、ひらめいちゃった。桃太郎だ。秋ナスは嫁に食わすな。これもね、 B 班の中で本当にあの十何本かなシナリオが出てきて、その中で一番企画的にキャッチーだった。秋ナスは嫁に食わすな。でこの言葉っていうのは皆さんもご存知だと思うんだけど、2つの意味がある。いい意味に捉えること、もしかすると悪い意味に捉えた場合、なんかそういうことを彼らは、学生たちは想像しながら一つの物語を作り上げてきた。それでは秋ナスは嫁に食わすな、ご覧ください。ギサと、うん、はあ、痛そうでありんすな。ここへ来ていたことがバレてしまった。これからどうなさるおつもりで？なんとか機嫌を直してくれたらいいんだけどね。食卓にナスは出るでありんすか？え？おう、昔から秋ナスは嫁に食わすなと言うではありませんか。それをお伝えになれば喜ぶに違いありません。そんなことでうまくいくのかい？ええ、秋ナスは体を冷やすためお食べにならない方がいいと言いまして、気遣ってお一人だけでお食べになればよろしいかと。
なるほど。よし、やってみることにしよう。はい。いけないよ。何をするのです。昔から秋ナスは嫁に食わすなって言うじゃないか。よし、今サツキは感動してるに違いない。何をするんだ。何をするのはこちらでございます。え、秋ナスは嫁に食わすななどと二度と言わないでくださいまし。あ、全然話と違うじゃないか。と言いますと？逆に怒らせてしまったんだよ。秋ナスは嫁に食わすなには貴重なものだから嫁には食べさせるなという意味もござんしてな。そちらの意味で捉えたのでありましょう。どうしたらいいんだ。サツキ！やっぱりここにいたんですね。おお！待て！絶対に許しません。やめておくんなんし。アキナスは体を冷やすためものでござんすから、お一人でお食べになろうとしたのでありんす。そうなんだ、お前を怒らせるつもりはなかったんだよ。ここへはもう来ないから許しておくれ。この通り。言葉とは良い意味をも悪く捉えてしまうものでありんす。素直に謝るのが一番良いのでしょう。いただければそれで十分なのでございます。それにあの人には私がいないとダメですから。そうでありんすか。おい、サツキ。はーい。いかがでしたでしょうか。本当にあの学生たちがしのぎを削って、そして5分間のショートフィルムを1年間にわたって仕上げることができました。彼らの感性、本当にこれから期待できる素晴らしい光るものが皆さんにも見えたんじゃないかなというふうに思っています。そしてまた来年、新しい学生たちがまたこの時間こういう作品を持ってまいります。ご期待ください。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。